どうも、ガイドマンです。キャピーン What's up, the Grand Represent 42 から待ち、どうも、MY です。はい、どうも、ヤマちゃんでーす。すごい顔してんな。怖いな。カメラに映ってないけど。すっげえ気持ち悪い。あとさ、インドの満員電車。なあ。あ、これ、この距離感そこまで行ったら次の人、電車の上乗んねん。それぐらいの距離やで。気づけるか。やめて。これ、ちゃんとする。今日はね、はい、ちょっと真面目な話なんですけど、はい、真面目な話。あの、カジサック、あ、で、YouTuber が、いますね。いるんですけど、元芸人さんの。その人が、うん、YouTuber でドッキリやったんですけど、まあ、それ説明しますね。はい。まあ、リンゴポッて置いて、置いて。で、まあ、小さい子供を横に連れて、横に連れて。で、拳銃で、そのリンゴパーンって打つんですよ。うん。で、そのリンゴ命中して、うん。すげーって子供言って、うん。で、男、カジサックが、その、俺の、命中は、アリの眉間もぶち抜くで。うん、ヤソップやねん、それ。それ多分ヤソップえ、俺ヤソップの話じゃん。ヤソップの話。ずっとヤソップやねん。そうだ。うん。カジサックって言ったら、カジサックが、ドッキリを仕掛けるたびに、うん、靴コレクションしてる人の家に行って、なるほど。シャーハー通信ガブがさ、アーロンやって。ワンピース飲んできたやろ、今日。それ、アーロンのやるやつやね。あの、カジサックの話教えてるの。カジサックの話教えてるの。靴コレクションしてるの。靴コレクション。で、あの、カジサックがそこに行って、うん、で、あの、靴を、なんか、お菓子に変えるみたいな。コレクションしてる靴を全部お菓子に変えるみたいな。え、その靴は捨てて？捨てないっす。え、捨ててない？はい。んで、うん。あの、捨てらんと保管して、うん。で、その人がバーン、仕掛け、靴隠されたりとか戻ってきて。戻ってきて、うん。んで、その、お菓子になってて、うわーって言って、ドッキリ大成功つって、まあ、靴多分返したんですけど、返して。ドッキリ大成功で大炎上してるんですけど、えぐいやろ、それ。やりすぎっすよね。やりすぎやろ。人間の意見超えてるっすよね。俺もう鳥肌今。え、ほんまそうっすよ。俺そんなもうやられたらもう、そのカメラあっても殴ってもらうと思う、多分。いや、俺も殴ってますよ。殴るとかで済めへんやん。え、済めへんっていうか、まあ、世間は許してくれないでしょうね。許さないでしょうね。え、別にやりすぎでしょ。いや、やりすぎやろ、マジで。YouTube で上げていいんすか、今の。いや、あかんやろ、そんなんも。多分それ上げるんやったら、多分ポッカキットぐらいしかない。おい、おい、それブラジルのギャグは耳食って口に入れるのが上がってるところやね。結構グロいやつ。そう言うな。調べるやついっぱい出てくるんだよ。今止めてポッカキット行くやつここにおったで。絶対こう。カジサックの時に、うん、どう思います？いやもう考えられへん。人間じゃないの、それ。やりすぎとかじゃないやろ、ね。なんかもう超えてるよね、一切。ドッキリじゃないし、もうドッキリじゃないし。日付変更線超えたみたいな。普通に超えてきてる。普通に低評価押したし。俺も低評価やの、そんなの。見てもないけど。うん。押した見る前から低評価。低評価押してる。押せてない。気持ち的にはな。おんねん。平気で嘘をぐったやつ。クラスに一人はおんねん。こやつおばあちゃんちすぐ泊まりに行くから。すぐ行くから。おばあちゃん、おらんけどな、死んで。え？おばあちゃん死んだ？うん、まあまあ、ちょっとな。じゃあごめん、そやごめん。そやごめん知らんかったから。いいよいいよ、別に。うん。え、なんかあった？いや別にそんな特にないよ。ええ、教えてやん。いや、なんかあったやろ。いや、そんなし、あの、詳しく知りたかったら、あのポッカキットで調べて。意味嫌って。ごめん。絶対知ったあかんこと言ってもだ。いや、いいね、いいね。絶対知ったあかんこと言ってもだ。いいね、ごめん、ごめん。いいね、一番の表記者。まあ、そんなことは分かって大きいよね。ね、ね。うん、まあ、やりすぎちゃうかっていうことだよね。いや、もう限度っていうか、一切言うと超えてきてるよ。超えてるよな。無理やわ、考えられん、そんなドッキリ。やったあかんで。あいつまだ変顔してる。え？あかんな、マジで。あいつ変顔してるのずっと変顔してるんで、なんか。な、言えよ、お前。どう思ってるの？今回の動画。うん。見た、解釈を。見た、見た。どうやった？もう、人間じゃない、クズやな、思って。いや。え？え？人間ではだよ。人間やからやってるやん。あ、人間やけど、うん、カースト制度いっちゃんしたかなって。いや、言い過ぎじゃん。それやりすぎやろ、ほんと。いや、ピラミッド作ってんじゃねえのさ、ほんまに。ピラミッド作ってる時にしかそれ言えへんもん。え、山ちゃん的には、じゃあどうやったら炎上せへんかった？動画、うん、お菓子に変えたっていうのがあかんかったんじゃん。マジで危ないと思う、俺は。一線越えすぎてる。うん。だから、その一線を越えたやんか。うん、で一線を越えて、そのな、まあ、いろいろあるんやけど、うん、あの、亀食べようぜ、みんなで。なんでやねん。バーンカー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 のバーン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 トムとジェリーを一人で表してます。彼は。ね。はい。
カイサックはちょっとやりすぎたかなと思うんで、うん、完璧にやりすぎです、それは。まあ、なんつったんやろな、僕らはもうこういうことは絶対しないっていうのがあるんですけど、うんうん、わーって言ったり、うん、その食べたものが激辛ドッキリとか、さらさらに人死ぬ可能性があるんで、危ないんでね、はい、ほんまに危ないんで。そうやったら友達の家にサイを入れてみたとか。あー、そっちの方がいいかも、はい、めっちゃ安全です。めっちゃ安全です。めっちゃ簡単です。入れてみたとか、あのピストルで蜂の巣にしてみたとか。ああ、もう健全っすね。健全っすね。めっちゃ優しいっす。そっちの方が。うん、めっちゃ優しい。ということで。はい。まぁ、あ、カイザックは置いといて。うん。まぁ、あ、他の YouTuber のね、話になったんで。うん、うん。まぁ、あ、せっかくやし、俺らの好きな YouTuber 発表みたいなやるやん。うん、そうやな。うん。そうやった。山ちゃん好きな YouTuber 誰なん？あ、俺、猫缶って人やな。ああ、美容の。そう、美容のゲームの人で。で、美容とかやったら、ハイグレタマオさんとか。え、そんなおるんや。あ、ゲーム実況って俺、ホラフキンさん一番好き。あ、言ってた、ナンセスのフォロー帰ってきた。喜んでた。で、俺、ポッキーさんも好きやな。めっちゃ言うやん。どんなんで。引きちゃうちゃとめっちゃ。お前はポッキーさんもあなた知らんわ。知らんわ。ポッキーが。じゃあもう、一番好きな YouTuber と、一番嫌いな YouTuber 誰なの？あっちゃん好きな YouTuber は、猫缶さんやな。うん、うん、ほんで嫌いな YouTuber って言ってもおれへんねんな、マジで。レペゼンとか。あー、レペゼンちょっと嫌いやな。あー、嫌いなんや、うん、ちょっと汚いから。じゃあなんかそうそう、やることがね、やることなすことが汚いからな。それちょっと俺も分かる。あ、じゃあエマイ君は。俺好きな YouTuber がほとんど俺見えひんね、 YouTube なんか、うん、ほんまに見えひんね。レペゼンもあんま見えひん、レベルヒカキンですら。でも強いて言うならば、うん、桃色チャンネルかな、好きなのは。え？モモルチャンネル知ってる？知る知る知る。かぶってたわ、1位。挨拶して。どうも、モモイロチャンネルです。チャンネル登録、うわーい、くわーい、わーい、わーい。知ってるんや。知ってる。俺、あれが一番好きな YouTuber かな。え、じゃあ嫌いな YouTuber？ 嫌いな YouTuber。嫌いな YouTuber は、うん、知ってるかな？キングンパーリーってやつじゃないけど。誰？めっちゃ滑舌悪くて、うん、何言ってるかわからないと思うんだよ。で調べたら出てくると思う。キングンパーリー。なんで嫌いな？え、なんかほんま、なすことやることすべて思うんだ。そのくせに、そのくせに滑舌悪い。何がしたいんかなって。じゃあ、そんな笑ってるけど、嫌いな YouTuber おる？いや、俺好きな YouTuber からでいい。あ、一応、俺は噛むったから他のも探して。うん。そこの好きな YouTuber は？いや、煮卵。煮卵。誰？俺、たまらやから。何煮卵って。なんかおるんすよ。女の人やったっけ？女の人ちゃうわ。天使じゃ！あの、AI のやつ？ちゃうわ。え、何マジ煮卵？え、なんか、インスタライブとかなんかやってる子っすね。インスタライバーなんや。ちゃうっす。なんだ、職業 YouTuber？ YouTuber っす。結構その性とかに対してもズバズバ言っちゃう系ね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。伸びんぞ、これ使って伸びんぞ。そいつ俺が言ったやつとか、俺たち伸びんぞ。嫌いなやつも伸びるんちゃうか、多分。好きなのが煮卵ってことで、うん、嫌いな YouTuber 何よ。あ、おらんねん。え、俺その嫌いな人作れへんねん。その嫌いな人ってなんでできるかって言ったら、それは自分の嫉妬、ひがみ、あの醜さが作り出してんけど、その嫌いな人っていうのは、その作ること自体が自分が一番ダメにしてんねん。自分を良くするには、まず嫌いな人じゃなくて、苦手な人という認識を持つべきことやねんか。で、苦手な人っていうのは別にその自分からかからんでもいいねん。でも嫌いな人って言って、それを周りに話すのは俺はいいことじゃないと思う。しかも俺のチャンネル7万人サブチャンネルでもおるんやから、7万人に俺こいつ嫌いみたいな、俺も嫌いってそういういじめが始まるんやと思うんやけど、俺はそういうのはよくないと思います。いきなり好感度上げてきてんで、これ逆に下がってるって今お前。今どんどんだよ。みんな解除して登録者上がれ。全然上がってないんですよ。逆にどん底今。あと酸素ボンベ持ってきて。多分息継ぎなしで彼やりました。酸素ボンベ3年分の息ください。誰か酸素ボンベ持ってきて。今鼻そう思うなよお前。なんだ。いや、ちゃ鼻水やばいな。何やねんお前、やる気ないやん。鼻水がやばい。もう帰る、もうええわ、もう帰る。帰る、もう帰る、マジで帰って。マジで帰って。お疲れ様です。やる気ないやろ、こいつ。終わってるわ。一番嫌いなチャンネルも
山ちゃんや。お疲れ様です。山ちゃんが嫌い。山ちゃんが嫌い。人間的に。じゃあ帰るわ。